中国企業が建築した11階建てのマンションまずは驚きの建築映像をご覧くださいコンテナのような長方形のモジュールがクレーンで次々と積み上げられていきますモジュール5つで1つの階が作られ28時間45分でマンションが完成しましたマンションがあるのは中国湖南省を調査し今月16日に国内外のメディアに公開されましたさらに驚いたのはマンションの部屋 フローリングはもちろん窓や洗面台、トイレなどはマンションが建てられた時点で設置されています。実は内装工事は建築前に工場で行われます。建築した会社の工場を訪ねると、あのコンテナサイズのモジュールがずらりと並べられていました。まず部屋の枠組みを作り、壁を張った後、窓やフローリング、洗面台を取り付けます。大きな出窓やベランダも工場で設置されます。 建築時の映像では出窓が外に押し出されるだけで完成。実に内装工事の9割以上が工場で行われるのです。既存の工法であればマンション完成まで1年ほどかかりますが、工場でモジュールを作り現場で組み上げるこの工法では、仕入れから建築まで2ヶ月と完成までの期間が飛躍的に短くなりました。また現場での作業が減るので事故のリスクを減らせる上、 建築作業中に出る粉塵やゴミが減り、環境に優しいといいます。中国の SNS 上でも怖くて住めないなどと不安の声が上がっています。一方で、建築した会社は2011年に30階建てのホテルも15日で建築しています。こちらは当時の耐震実験の様子で、震度7の揺れにも耐えられたとしていて、 それよりも最新の工法で建てた今回のマンションは、さらに安全性が高いと主張しています。今回のマンションは、枠組みなど主要な構造部分に軽くて硬いステンレスを使用しています。このため、天井や床板の重量は一般的な鉄筋コンクリート製の10分の1程度で、現在の工法では計算上、160階建てまで建築可能だと担当者は自信満々に話します。